アンティゴノス2世ゴナタスはアンティゴノスアサマケドニアのマケドニア王である。彼は同盟のアンティゴノス1世の孫でデメトリオス1世の子にあたりアンティゴノス長の基礎を固めた。父デメトリオス1世がコアジアマケドニアなどで戦争に明け暮れている間、アンティゴノス2世はギリシアで地位を確立することに努めた。ケルト人の侵略を撃退し、 アンティパトロス朝のソステネス王の殺害後、マケドニアを二足以し、父の死で断絶していた、アンティゴノス朝、マケドニアを復活させた。紀元前274年にエピロスをピュロスによって一時王位を追われたが、ピュロスの死後、王位を回復した。アンティゴノス朝の兄弟が、エーゲ海の聖波を恐れ、スパルタをアレウス一世が、アテナイ、プトレマイオス朝、エジプトと同盟して、 アンティゴノス朝の打倒を図ったため、クレモニデス戦争が起こったが、アンティゴノス朝は勝利を収め、エジプトをプトレマイオス2世との和議を締結した。この戦勝によって、アンティゴノス朝はギリシアにおける派遣を確立した。その後も追い、アレクサンドロスの反乱、赤いアいイア同盟との戦争が続き、アンティゴノス朝は苦戦が続いた。一方で、ストア派の哲学者、 ゼノンの影響を受け、詩人アラトス、歴史家ヒエロニュモスらを招くなど宮廷での文芸本護にも熱心であった。シリア王セレウコス一世とアンティゴノス二世の姉妹、ストラトニケとの間の娘フィラと結婚し、一難を設けた。ありがとうございます。